しゃがまないとね、ひなの顔が見えないの。はい、ということで今日はひながエプロンを着ているということは、エプロンを着ていて部屋が違うという、部屋のいつものね背景が違うということは、今日は料理配信をします。今日は何を作るかと言いますとね、今日はね、お肉の日なんですよ。5月25でお肉の日なんですね。だから今日はハンバーグを作りたいと思います。やった、ハンバーグをね作っていこうと思います。まずキャッチフレーズしますね。黙々と作りますので、2月9日肉の日まで牛タン豚タン、ありがとうございます。ちゃんポイントは明るい元気なところ、あ、顔が見えない肉大好き健診中学1年生12歳のひなたんことやすひなです。よろしくお願いします。まあ、つまり今日はひなが大好きなお肉の日っていうわけですよ。なので作っていく、では作っていきます。それでは作っていきましょう。まずはボウルにミンチを入れていきます。はい、ミンチですね。あ、すごいカチカチすごいカチカチでございます。はい、ミンチ入れました。人参をですね、みじん切りと、人参と玉ねぎと、なんだこれ、ピーマン、人参と玉ねぎとピーマンがありますので、それをね、この機械ですね、切っていきます。みじん切りにみじん切りに硬い、みじん切りに切っていきます。この機械すごいんですよね。それでは入れていきます。ここしっかり上を押さえた状態で入れていきます。あのね、すごいね、今ね、玉ねぎがね、あの目の前に置いてあるんですよ。すごく涙が出そうです。目から目な、目から目が出そう。目から涙が出そうです。ああ、私これ使ったことないんですよ。今はね、これを使ったことがないのでうまくできるか、どんくらい入れるんだ。じゃ半分こにしときます。まずこんくらい入れます。え、なにこれ、どうぞ。え、何、あ、こう、なんか取れなくなったらいいらしいです。取れないですね。それでは行きます。楽しみ、ちょっと待って、見たい、見せたい。どうする、あ、見せたいのに、前、あ、見えるかな、ギリ、あ、ここでこうすればいいのか。行きます。あ、見えないじゃん、ね、見えないじゃん。ちょっと待って、見たいですよね、皆さんも。はい、じゃあ行きますよ。あ、硬いちょっと待って、怖い。あ、いい感じかも。あ、なんなくなったよ。ね、なんで紐が出てこないの？ね、紐出てこなくなっちゃった。来て。紐が出てこなくなった。これどうやったら紐出てくるの？ママにヘルプを求めます。妹が怖くなっちゃった。あ、すごい、ママ慣れてるな、これ慣れてるでしょ。あ、続き、すごい、ママちょっと慣れていますね。だってママがもうこんなにやっちゃいましたよ。3回くらいしかこれしてませんよ。プロプロ
絶対慣れてるじゃん。いい感じです。もうこんなのまな板と包丁いらないじゃん。ぜひ皆さんもね、めんどくさいな、急にめんどくさいなって時はこれを使ってみてください。なんかすごい楽です、ひなもんは。もうちょっとだ。人参がね、今とね、すごーい、え、すごい、めっちゃカラフル、すごいチャーハンみたいな色になってる。なんかあれみたい、なんだっけ、何落としたか忘れちゃったよ。なんか紐引っ張るだけでいいってか、最高すぎない？やばくない？紐引っ張るだけでいいんだよ。あ、みじん切りになりましたね。はい、みじん切りになりました。それではもう一個の方もやっていきます。これね、こうやってね、落としていきますね。あれ、ボールは？あった、ボールの中に入れていきます。え、すごい、すっごいみじん切りだ。とても綺麗なみじん切りでございます。はい、ということで、こんな感じ。ちょっとまだあるんです。ピーマン、違う、玉ねぎですよ。すごく目から涙が出そうです。目から涙が出そう。本当に玉ねぎ、めっちゃ動かしちゃった。すごく玉ねぎがね、どうすんだ、動かなくなりました。じゃあ行きます。おー、いいんじゃない？じゃーん、いいんじゃないでしょう。いいと思われます。イエーイ。はい、じゃあ入れていきます。ちょっとね、こんなところをね、一旦このバッグ、うん、とこのね、周りに剥がしたやつが出てこないのに、これ使っていいかな、使って剥がしていいかな、まあいいよね。あー、やばい、涙が出そう。玉ねぎに弱いんです。あ、やばい。あ、泣いてるふな。あ、やばい。OK。あ、やばい。ちょっと待って。ちょっと待って。
そう、ティッシュ泣いちゃった。うう、すいません、気を取り直します。で、やばい、すっごいね、玉ねぎの力って。うう、目から鱗出ちゃった。じゃあ次はボウルに玉ねぎとピーマンと、あ、ありがとう、玉ねぎとピーマンと人参を入れたので、こう書いていい？入れたので、ミンチと人参、玉ねぎ、ピーマンを入れました。なので、玉ねぎを入れていきます。違う違う、そう嘘です、間違えました。卵を入れていきます。これじゃ、これはあのゆで卵じゃなくて 生卵です。それは当たり前なんですけど言っていきます。え、緊張する。多分初めてね、配信で卵を割るんですよ、私は。ちょっとこっちで折っていい？うわー、上手ー、すごく上手、ひな。卵割るの上手かもしれない、ひな。超綺麗に割りましたよ。はい、ではできましたので、次はボウルにお麩を入れていきます。お麩どこだ、こちらのお麩ですね。すごくカラフルなお麩でございます。カラフルなお麩です。はい、カラフルなお麩でございます。じゃあお麩、これ全部入れるのかな、全部か。じゃあ全部お麩入れていきます。さあ、うわー、すごい、すごくカラフルになりました。カラフルになりましたよ、カラフルに。はい、ということで、では次はここからですよ。手袋してこねましょう。はい、手袋、こねる方の手のところに、手の方の手袋にゴムをつけていきます。外れないですね。こっちはあのお皿を押さえておこうと思います。それではこねていきます。こねこねしていきます。よくこねます。すいません、見えないかもしれないんですけど、ひなのリアクションだけでお願いします。あれ、ミンチが冷たいでございます。しっかりよくまねます。まねます。こねます。しっかりよくこねていきます。なんかさ、みじん切りをさ、
さっきのなんだっけ、名前なんだっけ、チョッパー、チョッパーでしたので、なんかあのあれですよ、こねやすいです、こねやすい。何作っとうと、なんだっけ、お肉の日だからハンバーグ作ってます。なんだっけ、自分が作ってるのなんだっけって、何を作りながら話してるんだって思う。でめっちゃいい感じ、超いい感じなんだけど、玉ねぎから逃げてるだって逃げてますよあのね、さっき玉ねぎがね目に染みちゃって、ちょっと涙が出てしまったので、すごい避けながらやってます。だからすごいこんなに離れてるんです、ごめんなさい、ボールが見えなくて本当に申し訳ないです。ひなのリアクションだけでお願いします。あのね、すごいね、玉ねぎがね敵なんです、玉ねぎ無敵だから、本当に。そろそろいいんじゃない。それではこれを6等分していきます。今からね、あのなんだっけ、空気を抜くんです、6等分した時に。6等分じゃなくて4等分にします。なんですけど、空気を抜く時にパタパタするじゃないですか、玉ねぎ敵ですよね4等分していきます。平べったくして、これを空気を抜いていきます。玉ねぎ怖い。やばい、手袋が汚い。すいません、これも見えなくて、これはちょっと、あ、すいません、なんかゴミで。キャーン。これはね、空気を抜いております。ああ、具材が飛んでいっちゃう。お、いい感じじゃない？空気を抜きました。形を作ります。今回の形はハートです。ハートにします。ハートにねしていきます。やばい、玉ねぎがやばい、玉ねぎがヒナを襲っていきます。玉ねぎがヒナのこと狙ってくる、怖い。あー、やばい、見えないけど、あ、見えないですね、見えないですね、すいません。めっちゃ今頑張って見せようとしたけど見えなかったです、すいません。いい感じにしたいんですけど、はい、じゃあ次のマイクいきます。すごく玉ねぎがやばいです、すごくね、目が染みる。ヒナは自分からしてすごくハンバーグが上手と思っているんです。自分で作るハンバーグが見てめっちゃでかい。自分でハンバーグが上手と思っているんですけど、
まあ見た目より味っていうじゃないですか。まあいい意味で見た目より味っていう時もね。なんかさ、あれじゃないですか、見た目いいけど味が、あ、手作りが自分に、自分がね、そう、手作り、自分の手作りがそうだったら嫌じゃないですか。みんなの手作りは美味しいのかって思っちゃうんですよね。すごく、でもママは美味しいって言ってくれるから、本当に美味しいのでしょうかと思ってね、嬉しいですね。ママの手作りは美味しいって言ってくれるのが嬉しいです。あ、見えた。ごめんですね。形をね、ここでも整えます。じゃあひな、手のひらからね、こうやってすると落ちちゃうんですよ、具が。なんだっけ、ひなね、なんかね、ご飯を作ろうみたいなね、ゲームをやってたんですけど、なんて名前か忘れちゃったんですけど、なんだっけ、なんていう名前か忘れちゃったですけど、なんか料理をね、作ってみようみたいなゲームがありまして、それをよくやってました。ひな、すいません、なんか忘れちゃいました。なんだっけ、なんか料理を作ろうっていうね、ゲームだったんですけど、その名前忘れちゃいました。超肝心なところなのに、なんだっけ、クッキングママ、クッキングママだ。そう、なんだっけ、あのクッキングママのさ、ゲームの世界の中のママがさ、ママより上手かもって言うじゃないですか。あれをやってました、ひなは。その中でもハンバーグを作ってたっていうのを覚えてます。とにかく料理を作ることが好きなんですよ。得意かどうかは分かんないですよ。やばい、なんかさ、裏表の差がやばいです。が割れちゃった。今のハートこうなっちゃった。くっつけてあげます。あ、やばい、せで、ここすごいミンチだ。クッキングママでもこれしてた気がする。なんかさ、一番最後がちっちゃくなっちゃったんだけど、こういうね、なんか量を調整するっていうものがね、非常に苦手なんです。でもね、めっちゃいい。ハンバーグができました。ということでですね、ハンバーグが完成したということで、
次はソース作りに行きたいと思います。もう手袋はいらない。手袋バイバイ。はい、ということでこのねハンバーグは一旦こっちに置いといて、こちらでソースを作っていきます。こうまずはカンツと、違う、とんかつソース。どっからカンツと出てきたんやろ。ちょっと待って、一旦お茶休憩。麦茶です。麦茶大好きなんですよ。でも最近は水がハマってます。このカツ丼とんかつソース、こう見たらねカツ丼に見えちゃうんです。すいません、カツ丼じゃなくてとんかつソースを大さじ3ソース大さじ3です。出ない、あ、押さないと出ないっけ。押さないと出ない系だったね。待って、大さじ3ってこれを3杯分ってことだよね。ワン、ねえ待って、やばい、手がさプルプル震えちゃう。はい、できました。すごい、今縦の30分ぐらいじゃない。はい、ということで次はマヨネーズでございます。マヨネーズも大さじ3ですね。あ、やばい、大さじ3ってどんくらい。マヨネーズがあまり入ってない。ちょっと待って、やばい、これ片手じゃできないのよ。きたきた。形じゃちょっと握力の問題で手に力が入んない。これ一回つけていいよね。だって握力の問題かもしれないな。握力ないんです、許してください。握力がないんですよ私は。いやー、やっぱダメだ、片手じゃダメだ。ウェーイ。これで混ぜていいのかな。これで混ぜます。これ何、これ なんだっけ、何のソースになるの。ハンバーグにつけるハンバーグソースみたいなやつ。どんな味になってんのかわかんないや。できました。ケチャップは入れ、ケチャップ入れんのこの中に。ケチャップは入れないよ。はい、できました。ソースとハンバーグができました。はい、完成。終わっちゃった、終わっちゃいました。ちょっと今ずっと立ってたんです。
いました、疲れました。じゃ完成できたものを見せていきます。まずソースからかな。ソースはこんな感じ。ありがとう。ソースとハンバーグですね。はい、ということで完成した。あ、そうそう、完成形ですね。完成形ってできました。完成。すいません、今立ってたんです、ずっと。よいしょ。あれ、まあどうも、まあ、どうも。はい、ということで、前田真央さん、ありがとうございます。さやまろかとる詩人になってくさやまろかとる詩人になってくてさん、ありがとうございます。さやまろかとる詩人になってくてさん、ハートありがとうございます。テクテクさん、黒のハートありがとうございます。で、これこうしていい？元隊長さん、からもありがとうございます。安井式を八さん、さんくんもありがとうございます。それまでお方で指示になってくてさん、ハートありがとうございます。ゆかさん、ファイトありがとうございます。ストラトさん、音符ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。はい、よーい。餃子が、あ、餃子じゃなかった、間違えた。ハンバーグが無事にできてよかったです。なんてみたいな顔が、あれが映らないんですよ。
氷入った。昨日ドラミちゃん弁当にしたよ。え、結局ドラミちゃん弁当にしたの？足りた？少ない、だよね、少なすぎたよね。テーブルが散らかってますね。ハンバーグすごく疲れましたね。頑張られたと思います。ここ最近行くのじゃなキャラが進化しているようです。どうなることかやら。マジ？キャラ変してる？キャラが進化か。お肉、そう、お肉で、お肉の日です。今日はお肉の日っていうのもあるんです。今日クレープの日らしいですよ。お腹が空いた。はじめまして。ちょっと足が、ね、痛いんですよ。夏のコンサート、お友達がひなたんのカメラするために入るんだ。え、そうなの？焼くのはママ？焼くのは配信が終わってから焼こうと思ってます。暑い、すごく暑いです。なんかさっきさ、ハンバーグ作って動いてたから暑い。英語が来た。ハロー、アイクダリーアンドインドネシアフィ、え、なんだっけ、フォール JKT48。 ハロー、アイクダリー、え、なにこれ。ハローの、ハローとインドネシアの間が分かんない。ハロー、なんとかなんとかインドネシア移住 JKT ホテル。こんにちは、なんとかなんとかインドネシアに住んでいます JKT ホテル。え、どうだ、え、間が読めないんですよ。今日暑かったね、クーラーつけちゃった。マジでいいね。私も暑いです。足が痛い。ダリ、ダリっていうのこれ。あ、ハロー、なんとかダリ。インドネシアなんとかとかで。お腹が空きました。でもとても。これはなんて読むのでしょう。ハローしかわかんない。インドネシアとハローしかわかんない。ハロー、インドネシアの方かな。ひなたん、きれい、き、逆だった。ひなたん、キッチン、きれい、逆だった。ひなたん、キッチン、すごくきれいですね。うらやましい、だって。ありがとうございます。それでは、そろそろひなもお腹が空きましてですね、終わろうかなって思います。ハンバーグも作り終わったんだよね。それでは、今日はお忙しい中来てくれてありがとうございました。餃子も、餃子じゃないってば。ハンバーグだって。ハンバーグが、ハンバーグとソースが無事にできましたのでね。よかったです。それでは誕生日を見ましたいと思います。13位、ひろっちさん、ありがとうございます。12位、えふちさん、ありがとうございます。11位、
ロイヤルさんありがとうございます。注意アビーアビーアブアブアビーあらら変わっちゃった。12ロイヤルさんありがとうございます。11アビーさんアビーさんがありがとうございます。10位ブラシブラシさんじゃないブランさんありがとうございます。9位マナフィーさんありがとうございます。8位トラトスさんありがとうございます。7位シミシミさんありがとうございます。6位 HKT 超絶おじさんありがとうございます。5位ゆうかさんありがとうございます。4位仕事中無音無反応さんありがとうございます。そして3位じゃん安1983さんありがとうございます。そして第2位じゃんゆかさんありがとうございます。そして第1位じゃん迫る語る詩人になりたくてさんありがとうございます。ありがとうございます。それではスクショタイムしてじゃんけんして終わりたいと思います。ハンバーグを見せたい。見えるかな。ハンバーグを見せたい。やばいやばいやばい。すいませんハンバーグがあんま見えなくて。はい、ということでじゃんけんして終わりたいと思います。どうしようかな。じゃんけんじゃあハンバーグでヒント出しますね。ハンバーグのヒントだけを与えてじゃんけんします。いきますよ。最初はグーじゃんけんポン。ひなグーハンバーグーグーでしょ。なんでグーを出してグーを出すの。なんでハンバーグーのグーなのにさグーを出すのよ。あいこじゃないか。はい、ひなはグーを出しました。ハンバーグーなのでね、ハンバーグーを出しました。それでは勝った人いいことあるかもしれません。負けた人あいこの人は次絶対に勝ってくださいね。ひなはしっかりヒントを与えました。ハンバーグーって。それでは、今からハンバーグを焼いて、ハンバーグって焼くよね。ハンバーグを焼いて、食べたいと思います。またできたらね、できていい感じだったら、メールとかも載せようと思っているので、ぜひ見てくれたら嬉しいです。それでは、1503人の方ありがとうございました。フォローもしていただけると嬉しいです。それではバイバーイ。5 4 3 2 1